決め顔で。あ、あの子も一緒、正面で。うまっちゃおうやんな。うまっちゃおうよ。あ、ほんで、中学校の時受験を見るとこでやんだよな。いや、嘘ついてない。嘘、マジかやつ。マジかやつ。違う違う。足を。大丈夫。いけん。これ見た目って。やっぱり、これだけで、普通に見とったら、あれやで。普通に動かしたなってくんで。肩の練習とかしてても。 はい、おっ、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 
はい、それではですね、これから審査会を始めます。おっす、ごちそうさまです。まずは皆さん、初めての審査です。緊張してるんですよ。人生一番の満身はダメです。まあ、とにかく審査やってる時、息止めたものやってるやつがいるんですけども、やっぱり息を吐きながらやらないと酸欠起こしますから、あんまり緊張しすぎてしまうと肩に力が入るから、やっぱりリラックスするということで、まあ、とにかく正確にまず皆さんの審査が言われたことを思い出しながらやってください。おっす、あとは気合を出すこと、これが全てにおける基本なんですよ。まずは気合を出す、おっす、ね、そして必ず相手をちょっと必ず見据えながらね、攻撃をするということです。受け返して、ミントその蹴りを蹴ったりとかついたりとかじゃなしにね、まあそういったことを必ず皆さん実行してくださいね。おっす、はい、まあ、初めてだからみんな緊張するところもあると思いますけど、はい、今日は皆さん気合を出してください。審査を受けない方は次の、4月の審査があります。この時には、皆さんぜひ頑張ってください。おっす、はい、おっす、以上です。おっす、ありがとうございました。それでは。おっす、肘が脇をすりながらインサイド斜め45度、おっす、そして上げてみます、おっす、肩を下がったらダメですよ、おっす、はい、おっす、ありがとうございました、おっす、それでは20本いきます、おっす、20本、はい、やめて、シャワー、1、シャワー、2、シャワー、3、シャワー、4、シャワー、5、シャワー、はい、それでは20本いきます、はい、20本、はい、やりて、シャワー、1、シャワー、2、シャワー、3、シャワー、4、シャワー、5、シャワー、6、シャワー、1、シャワー、8、シャワー、9、シャワー、10、シャワー、はい、10時いって、おっと、じゃあ次はですね、今日の経験になります、おっと、はい、1、ハマジタジョイ、はい、構えて、シャワー、シャワー、はい、上段を受け、おっと、はい、それでは20本いきます、20本、はい、行きましょう、シャワー、1、シャワー、2、シャワー、3、シャワー、4、シャワー、5、シャワー、6、シャワー、1、シャワー、腕の角度は90度が原則なんですよ、オン、行きましょう、シャワー、1、シャワー、2、シャワー、3、シャワー、4、シャワー、5、シャワー、6、シャワー、はい、下段まだいっ、おっす、はい、ガントル、1、2、3、ほっ、しゃー、そしたら嫌だよな、ははは、手前に倒してください、おっす、おっす、お前のことは、一戦と村村さんがやばい、おっ、大丈夫、大丈夫、いいですか、大丈夫、なんか違うことやってるよ、おっす、おっす、おっす、これ足に変えますか、足に変えます、おっす、
はい、じゃあね、シャワー、1、シャワー、2、シャワー、3、シャワー、4、シャワー、5、シャワー、1、シャワー、2、シャワー、3、シャワー、4、シャワー、5、シャワー、6、シャワー。はい、それでは20本いきます。はい、20本。はい、じゃあね、シャワー、1、シャワー、2、シャワー、3、シャワー、4、シャワー、5、シャワー、はい、回ってください。よしよし、これで基本の審査終わります。おっ、次はですね、肩の審査に、入ります。おっ、肩はですね、一人ずつやってもらいます。おっ、審査は、無号令で実践型1やっていただきますので、無号令やってませんので、はい、僕が実践型1を始めと最後、間を追って言いますので、最後まで気を抜かないで。おっ、おっ、おっ、はい、おっ、それでは、実践型1の、審査を行います。はい、準備いって、はい、実践型1、よい、よい、違う、すみません、もう一回、はい、はい、実践型1、よい、シャッ、はい、やめ、シャッ、シャッ、シャッ、はい、待ってください。おっ、一本組での、審査に入ります。おっ、おっ、それでは、一列目回りに行きます。おっ、おっ、おっ、はい、おっ、お願いします。おっ、お願いします。はい、ゴー、シャッ、シャッ、シャッ、はい、ロック、シャッ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 、では、交代します。おっ、おっ、はい、1、シャッ、シャッ、シャッ、はい、1、はい、3、シャッ、右のストレートですね。おっ、おっ、はい、4、シャッ、シャッ、はい、5、シャッ、シャッ、では交代します。うっす、はい、いきます。はい、1、シャッ、シャッ、はい、2、シャッ、シャッ、はい、3、シャッ、シャッ、はい、6、シャッ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 、はい、乗ってください。はい、出てきて、いいです、はい、はい、お互いで、お疲れ様でした。はい、タコスミンド、はい、出てきます。一応これでチンさんが、全て終了いたしましたので、今日中に合否をさせていただきますので、おっ、できましたらまたこの位置に戻っていきます。おっ、審査っていうのはやっぱり別に新しい目新しいことやってるわけじゃなくて、普段やってることをそのまま審査で見るだけなんですよ。だから普段やることをやってたら大体合格するんですよ。おっ、特殊なことはこの審査の時にね、急にやってないことをやるって言ってるんじゃないし、やはり基本ありきなんですよ。基本ありきであって応用ありきじゃないんですよ。基本ありきの応用なんです。応用ありきの基本では絶対あげないんですよ。おっ、だから皆さん基本をやっぱり大事にするってこと、それそうするとね、組でやってるとどん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 良くなってると思うかもしれないけども、どこかで頭つばやる、その時にもう一度何をやるかって基本に戻るんですよ。おっ、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 まあ、ここからはするだけです。おっ、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 はい、来ていただいてください。おっ、おっ、はい、目つぶって、はい、目つぶって、はい、目つぶって、はい、それではですね、これで今日の、審査会の方終わります。おっ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。症状はね、後日お渡ししますんで。おっ、おっ、はい、それでですね、名前が生まれたら、はい、前に出てください。おっ、おっ、いきます。こっちは、おっ、青尾です。おっ、ありがとうございます。おっ、おっ、ありがとうございます。はい、ありがとう、ありがとうございます。はい、青尾です。中村さん、おっ、小野さんは、競技です。おっ、おっ、はい、おっ、ありがとうございます。小野さん、おっ、
はい、おお、ごめんなさい、山ちゃん。松本さん、ギリギリです。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 マルトさん、はい、ます。はい、おめでとうございます。おー、こんにちは。まあ、審査なんですけども、しっかりと基本も握れたんじゃないかなと思います。で、この後またね、やっぱり曜日になったら組み手とかも入ってくるとですね、どうしても皆さんの基本がまたちょっとおろそかにね、帯が上になって、組み手ばっかりこうね、考えてしまうではなくて、基本をね、やっぱやっとかないと、組み手もうまくならないと思いますので、しっかりちょっとやることがね、基本プラスの組み手も増えてしまうんですけれども、しっかり頑張って、次からはその帯で頑張って練習してください。おっす。おっす。これね、白帯が本来は6級なんですよ。新生活になってからっていうのは白帯が6級、その上の5級っていうのが紫帯なんですよ。そして4級が黄帯なんですよ。おお、そして青帯が3級なんですよ。おお、現実的にはその中村さんとも松本さんもこれ飛び級なんですよ。一つその本来だったら紫帯なんですよ。それから飛んでるんですよ。そして後の青帯は桜です。3つ飛んでるんですよ。ということなんです。あ、そうす。まあ、その値打ちがあるという。おー、よろしくお願いします。おっす、おっす。ただ松本さんはもう、おっす、おっす。たくさん練習してる。おっす、おっす。ほんで、白帯忘れないで。おっす。もうその白帯使い物投げる。おっす。それから、その新しい帯を締めた時点で、記念撮影したらどうですか。おー、おっす。はい、おっす。皆さんね、まあ、審査を受けたか受けてないかのみんなで撮影しますか。おっす、おっす。あ、よかったな。すんなよ。すんなよ。